見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。家電屋さんの取説。皆さん、こんにちは。関東の某家電量販店に十数年間勤めている店員の鈴木です。黒物から白物まで、ジャンルを問わず様々な商品の販売に携わり、店長も務めたことがある私が、日々の生活に役立つ家電の情報をお届けしていきます。家庭用プリンタのおすすめ機種は、前回はヒーターの最新モデルを取り上げましたが、今回は年末のこの時期にぴったりなプリンタをテーマに、販売員が本当に買っている機種と絶対に買わない1機種をそれぞれ紹介したいと思います。年賀状作りに備えてプリンタは1月中頃から特に需要が高まります。私たち家電量販店の人間にとってはこの1ヶ月特に入れてご案内するアイテムです。今年は在庫不足が懸念されですが、今年は半導体不足によりプリンタの在庫量にも影響が出ているようです。欠品になる可能性が高く、1月中旬に購入しようとしても在庫がないかもしれません。一部の機種に人気が集中する傾向がありますので、気になった機種はすぐに確保するようにしましょう。余裕を持って年賀状を作るためにも早めの購入をおすすめします。下向き黒三角エプソンカラリオ ET88A。 1位に選んだのはエプソンのカラリオ ET88A です。0年10月発売のモデルで、実勢価格は万円程度になりますが、人気が高く他の機種と比べて圧倒的に売れています。人気の秘密は、スマイクの基本4色に、LC、ライトシアンと LM、ライトマゼンタの色を加えた6色インクを採用していることです。専用アプリの使い勝手も良好。年賀状はもちろん、写真や文章をきれいに印刷してくれます。なくなった色だけを交換できる独立インクカートリッジで窓ですし、印刷スピードが速く、使い勝手がいいのも嬉しいですね。専用アプリ、エプソンスマートパネルを使えば、書類や写真をスマホから簡単にプリントできますし、電源を切ったままでも印刷スタートに合わせて電源が入るのも便利。前面段、背面の永久紙で、紙の取り替えもストレスなくご使用いただけると思いますよ。